ですね、リスナーさんから LINE の方に連絡ありまして、ちょっと悩み相談を聞いてもらいたいっていうふうに言われたんですね。で、僕基本的にはそういう悩み相談とか一切受け付けてはいないんですけど、昔はやってたんだけどね。でもさ、もうリスナーさんが多くて、なんか金貸してくれとかさ、いろんなのがあるわけですよ。病気なんですけどどうしたらいいですかとか。いや、お医者さんに行ってくださいっていう話とか。だからもう、放送中だったらさ、いいんだけど、プライベートでそういうことはやらないくなったんですよ。はい、アッコー、ハート3個ありがとう。だけどね、まあ、放送に乗って構わないんだったら悩み相談できますよっていうふうに、お伝えしたところ、あ、ぜひっていう感じだったんで、今から悩み相談とつまちしたいと思います。じゃあ、早速なんで電話かけていきましょう。いきます。もしもし。もしもし、なんかわざわざなんかごめんなさい。あ、いえいえ、全然大丈夫ですよ。なんか、お名前、はい。コテハンを教えてください。は、なんか、和道さんは最初原田さんって言ってたんですけど、なんか僕は本当源田っていうあ、源も田のさん。で、あ、すいません。はい。はい、源田さんですね。はい、それで、はい。ちょっと、自立を早くしたくて、ほう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 。でもなんか自立をしたいと。あ、全然ゆっくりでいいですよ。緊張とか全然しないで。全然急ぎじゃないんで、ゆっくり相談していきましょう。あ、聞こえます？はい、聞こえます。はい。自立をしたいってことは、今、なんか、自立できてない状況なんですか？まあ、はい、自立は、できてないと思いますね、はい。え、ニートってことですか？もう、はい、働いてませんね、今は、はい。今、源田さんっておいくつぐらいなんですか？21ですね、はい。何？親の、答えたくないことは答えたくないって言ってもらえれば、全然もうそれ以上掘り下げないんで。21歳で、何？はい。親にお世話になってんの？まあ、そうですね、はい。働きたくないの？なんか相談したいのは、なんかそこじゃなくて、なんて言ったほう。らいいんでしょう、そこじゃない。早くなんか分け合って、僕は埼玉の方に、なんか施設とかがあるじゃないですか。なんか、施設っていうか、なんかその、なんて言ったらいいのかな、その、埼玉の方に施設、何の施設があるんですか？まあ、埼玉、まあ、全国にあるんですけど、多分施設っていうのは、なんて言ったらいいんでしょう、なんか、難しいですね。なんか、ごめんなさい。働くか働かないかっていう相談じゃないんだ。自立したいっていうのは。施設の話なんだ。なんか施設に、埼玉の方の施設行きたいんですけど、おほなんほほ、か行き親たのい。方が、仕事とかもあんまり続かんのに、なんかその埼玉の方に行ってもねってみんなが言うので、反対されてるんだ。反対、ちょっと、はい。源田さんは何、どうしたいの？その施設に行きたいの？はい、行きたいですね、はい。で、反対されてる理由っていうのは、お金がかかるからとか他の理由があるんじゃないの？そのお母さん的には。
じゃないと思います。多分、その、続くかどうかって問題なんだ。多分仕事が今までその、すっと辞めたり、なんかすぐ辞めたりとかして、多分そこだと思うんですけど、なるほど、なるほど。その施設は、何をする施設なの？その病気を、ご病気を何か治すような施設まあ、そこで、生活するみたいな感じ。まあ、一人暮らしももちろんしたいんですけど、その、一人暮らしは全部その、自分でその、光熱費とか全部水道代とか払わないけないじゃないですか。でも、その、施設だったら、その、なんかその、ある程度のお金を払ったら、そこで、まあ、住めるんああ、ですそようなね。んだ。はい。ああ、そのお金っていうのは親が払うの？それとも源田さんが払うの？まあ、僕は、その、一応まあ、年金をもらってるので、なんかそれで賄おうと払おう思うんかだ。な、そうですね、はい。それだったら全然、金銭的にさ、もう負担がなくて、施設の人がはい。OK って言ってるんだったら、行くべきだと思うけど、俺は。だって、ね、親の言う通りに生きるわけにいかないじゃない？まだ施設の方がまだ、いいとはまだ言ってないんです。もし行くんだったら探すからなんですよね。なるほど、なるほその、ど。はい。じゃあ、親の反対をどうしたらいいのかっていうのが今回の悩みなんだ。まあそうですね。なんか全部その、相談し、ずっとなんかしてきたんですけど、全員その、反一対。緒の、意見で、その、ちょっと、それが。なんで、その、はい。源田さんは家から出たいっていうのか聞きたいかな。ちょっと、まあ、いろんな理由があるじゃない？自立がしたいっていう表現をしたけれども、はい。例えばやっぱり独り立ちしていくためには、はやっぱ一人での生活を覚えたいとかさ、社会復帰のためとかさ、例えばまあ、正直親と一緒に生活したくないとか、いろんな理由があると思うの。本音の部分で言ったら。だからその本音の部分を聞かないとさ、やっぱりアドバイスわかんないよ。自立っていう言葉を、さっきね、源田さん使ったけど、自立にもいろいろあると思うから。はい。まあ、親がちょっと嫌でちょっと出たいなっていうことともう一つ、まあ、ちょっとあるんですけど、ちょっとまあ、そのもう一つっていうのは、そのまあ、自分がプロ野球が好きで、その埼玉にその好きな球団があるんですよ。で、まあ、それで、まあ、埼玉のその、そっからその、野球観戦とかに、なるほど、なまあ、る行きほたど。いな、とかって思ってて、はい。なるほど。じゃあ、趣味も兼ねてっはていうい。ことなんだね。そうですね、趣味です、はい。ああ、いいじゃん。全然。で、その家族のことが、は、家族の方全員が反対したわけでしょ？反対って、っていうか、まずその、なんか、まず、まあ、住んでるところが、まあ、高知なんですけど、ほうほう、遠いね。まあ、高知で、まあ、その、まあ、仕事を何年も続けてからの話じゃないって、親に言われて、本当にそうなのかなと思って、まあね、多は分、どのい。家庭もそうだと思うんだけどね。はい。お父さんとさ、お母さんって、やっはぱい。自分の子供が可愛いんだよ。だああ。から、常に心配するもんだと思うよ、俺は。いくつになっても。
で、稲田、なんだっけ、何さんだっけ、源田さんだっけ。源田さん、はい。源田さんはさ、ご病気を抱えてらっしゃるんでしょ？何か。まあそうですね、はい。そのこともあって、多分余計に心配なんだと思うよ。だってさ、障害者年金を、何かしらの障害を持っていて年金をもらうっていうことはさ、ハンディキャップを負ってるわけじゃない？結構重めの。でも、まあ軽い方なんですけどね、はい。でもまあ、健常者ではないわけじゃまあ、はい、そうです。はい。ん。余計親は心配するのが普通だよ。じゃあ、親の言うことじゃないですか。聞いた方がいいですかね。俺は、自は分い。の人生を切り開くのは自分しかいないと思ってる。だから、俺がアドバイス、何を言おうが、親が何を言おうがね、結局、決めるのは自分なんだよ。でしょ？まあ、はい、そう、はい。だから、源田さんがどうすべきなのか、どうしたいのかっていうのを建設的に考えるのが一番大事だと思う。で、お母さんとはかい。お父さんとかとちゃんと向き合って、で、なんていうのかな、仕事が続かないのが原因で不安なのであれば、要はこっちでしばらく働いてみて、で、働けるっていう実績を作ってから埼玉の方に行くべきなんじゃないのっていうお母さんの意見があるわけでしょ。はい、そう、はい。だからそれを実行するのも一つの手だし。一つの手ね。だってさ、今すぐ埼は玉い。に行く理由はなくない？どうなんかな？なんかまあ行きたいんですよね、まっすぐ。例えばさ、俺はい。1億円稼ぎたいんですよ。配信で。はい。そうだよね。でも、1億円って今すぐ手に入らないわけじゃん。俺がはい、どもんなちにろん、やりはたい、いっつっても、はい。努力しないといけないんですよ。そうです、はい。そういうのと同じで、何かやりたいことを達成するためには、力をつけないといけないと思うよ。説得力とかね。で、まあ、で、埼玉に行きたい理由が野球観戦がしたいって言ってたけど、今の時代さ、家でも野球観戦できるでしょ？でも全然なんか、みんなにそれ言われるんですけど、常にその、全然違うんですよね、やっぱ生と。ね、埼玉スーパーアリーナには行ったことあんの？は、ありますね、はい。あるんだ。じゃあ生で観は戦い。してあれを味わいたいんだ。すぐ家の近くで。そうです。はい。で、その施設に行ったら仕事、働くの？働き持って、そのまま見に行きたいなって思って、はい。でも母親は働いててもすぐ辞めちゃうからそんな成り立たないよって言ってるんだ。そうですね、はい。まあでも二十歳超えたらね、まあ自分で決める権限はあるわけだから、ただそのご病気を持ってるっていうのが俺はちょっと不安なのね。何の病気かわかんないけれども、まあ、言っていいんですけど、まあ、発達なんですけど、発達障害なんだ。自閉は症い。スペクトラム？ちょっと、そこまでちょっとわかんないんですけど、はい。まはあい。まあ、アスペだろうね。俺と一緒だよ。で、発達障害で、
年金受給って結構重めなんだわ。源田さんは軽めって言ってるけど。で、話した感じ、俺も正直言うけど、ちょっと重そうなのよ。うん。お母さんが心配するのもわかるって感じだ。普通の健常者の子が全く同じ状況だったら、いや、好きにやれよって言う、正直。ごめんね。別に行きゃいいじゃんって。親が別にね、面倒見てくれるわけじゃないから、勝手にすりゃいいじゃんって。その代わり自己責任だよっていうことは言うと、アドバイスしたと思うんだけど、源田さんの場合、ちょっと話した感覚だと、年金も受給されてるって言ってるし、まあ、発達障害持ってらっしゃるでしょ？ちょっと不安。要は、生活できるのかっていう。だから、そんな適当なこと言えない。俺は。うん。今すぐ埼玉別に住んじゃえばいいじゃんみたいな適当なアドバイスはできない。うん。うん。だから、ご家族と向き合ったりとか、ご病気を治すことっていうか、治すことできないんだよ。その発達障害って。で、21歳で若いわけでしょ、今。源田さんは。そうです。うん。で、その若い時すごい苦労するんだけど、本とか読んで、自分で勉強するのよ。で、自分がどんな病気なのかを。うん。で、どうやったら社会と向き合えるのかっていうのを対策法を考えるのが俺は先だと思ってる。その方が源田さんにとって楽になると思ってる。うん。うん。生きづらいでしょ、源田さちょっん。と、うん。周りがなかなか理解してくれなかったりとかさ。うん、だからね、お母さんとかお父さんとかご家族とかが心配する気持ちはわかるかな、俺。ちょっと不安っていうか、大丈夫かな。でもね、家族が心配してくれる家族がいるっていうのはいいことだと思うよ。鬱陶しいかもしんないけど。源田さんにとっては、なんかもう俺も好きなことやりたいのになってあるじゃん。一人暮らしもしたいし、野球も見に行きたいし、俺働けんのにっていうのはあると思うの。うん。でもね、親身になって、いや、家で、ちょっとゆっくりリハビリしようよって話じゃん。社会復帰とかさ、仕事を見つけたりとか、あと、ね、ちょっと長めに働いたりとかっていうのを、別に家から出てけって言われてるわけじゃないじゃん。俺なんか家から出てけって言われてたよ。早く消えろって。だから、15歳からずっと一人暮らしやってたんだよ。うん、家族と絶縁しちゃって。だから羨ましいけどね、家にいていいよって。で、仕事も探して、ゆっくり向き合ってこうって。まあ、羨ましいけどね、そういう家族がいるのは。で、まあさ、働いてさ、1年に2回とかさ、3回とか、埼玉の方に遊びに来て、野球観戦するっていう人生も悪くないと思うけど。それを今まで、してきたんですよ。悪くない人生だと思うよ。嫌なの？ 毎日行きたいの？スーパーアリーナ。いや、っていうか、なんかすぐ、なんか見に行けるみたいな、なんか気持ちっていうかが欲しいですね。わ かるわかる。もう好きなんでしょ。野球が好きで好きでしょうがないでしょ。まあそうですね、なんでお母さんとお父さん反対すると思う？やっぱり、まあ仕事とかがやっぱりまあ続いてないとか、仕事が続かない理由は、源田さんはどういうのが理由なの？人間関係とか、
だよとね。かです。はい。うまくいかないよね。アドバイスをするなら、俺の経験談ね。はい。A 型作業所って知ってる？あ、知ってます。A 型作業所に勤めるっていうのは、俺は選択肢としてありだと思ってはい。る。その選択肢はない。なんでかっていうとさ、今まで働いたところってブラインドで就職してたでしょ。ブラインドっていうのは、障害者の用語なんだけど、自分がハンディキャップ持ってるのを隠してバイトとかすることを、ブラインドっていうの。それでやってなかった、今まで。要は、障害を持ってることを隠して就職してなかった。就職とか、バイトとか。いや、全然、バイトとか全然したことがなくて、まあ、B 型ってわかりますか？ B 型わかるよ。まあ、B 型で働いてたんだ。で、まあ、そうですね、行ったり、辞めたりをそんなが続けああ、てなきるほたんで、ど。B 型が続かないんだ。なるほど。B 型が続かないんだったら、アルバイトは無理だよ。だって、ですよね、B 型作業所ってさ、病気に理解のある人とかが働いてるわけじゃん、職員さんが。一般の会社ってさ、障害に理解がないのはさ、コメントとか見ててもわかるでしょ？ネットとかでさ。わかります。わ かるでしょ？こんな状態だもん。で、普通の人は障害のことなんか、特に発達障害のことなんだけど、何が何だかわかんないのよ。だからじ誰もゃあ理解してくんまないよ、余あ、計。じゃあさっき B 型って言った方が良かったですね。なんかごめんなさい。なんかその、仕事をしてくれっていうふうに言ってたのは、実は、だからそうでしょ？お母さんは B 型作業所にもうちょっと通ってからにしようよっていうニュアンスなんでしょ？俺は同意見。俺は全く同意見。お母さんと。B 型作業所を続けられない状態でしょ？普通の仕事に就くのは無理。断言できる。無理。だから、埼玉に行って、何にもならないよ。21歳で。高知だっけ？今。香川だっけ？高知だっけ？どこだっつっ高た？知です。はい、高高知でし知ょ？です。高知から埼玉のちょっと都会寄りの方のところに行って、で、バイトをして、施設で、多分グループホームとかでしょ？その一人暮らしの施設っていうのは。グループホームっていうか、安くでき、泊まれるところでしょ？障害者用の。そうですね、無理。無理。多分ね、施設の人が、埼玉のところとか降りない、許可が。面接の段階で。それが現実だと思う。お父さんがどうとか、源田くんがどうとかっていうわけじゃなくて、多分面接とかそういうのすごい厳しいのよ。ずっとそこで生活ができるかとか、多分源田くんの中で自分の障害は軽いっていう認識があると思うの。さっき俺にそう言ったじゃん。軽めの発達障害ですって、そんな重くないんですって。でも、現実的に考えて、B 型作業所に通うっていうこととかね、障害者年金をもらうっていうのは、手帳でいうところ2級相当に値するの。障害者手帳。源田君が何級かは言わなくていいよ。プライバシーだから。手帳持ってるとか持ってないとか言わなくていい。で、2級とか1級とかって、結構重いハンディキャップなんだよ。源田くんが思ってるよりも。だから、社会では生きづらいと思うの、すごく。源田くんにとって、今の現代社会、すごく生きにくいと思う。それはすごい共感できる。なかなか理解してもらえないし、喧嘩になっちゃうし。
そう。でも、源田くんが、その、何かをやろうとしてるわけじゃない？その、社会復帰したい、一人暮らししたいっていうのは。それは、長い目で見て、源田くんが信じ続けたら絶対達成できるから。でも、今すぐやるべきことじゃないと思う。うん。源わ田かくんりがまし余た。計病気が悪化する可能性がある。うん。余計に。今は病気と向き合うことが、俺は大事なことだと思う。それは B 型で作業所に通うことなのか、病院の先生に聞いて、病院の先生は何て言ってんの？働くことがいいって言ってる？それとも B 型作業所に行くことがいいって言ってる？なんて言ったらいいんです、あんまり病院とかは全然行ってないんですけど、なんて言ったらいいん、一緒に計画とか立ててくれる人なんがていいうんるだっんですけ？けど、ヘルパーさんか。ヘルパーさんなんて言ってる？ヘルパーさんは、ヘルパーさんは、さっきも言ったと思うんですけど、やっぱり仕事とか、もう続けれるようになってからやねとかってやっぱり言ってますね。ごめんなさい、ちょっと。多分、そう言ってたと思うんですけど。ヘルパーさんも同じこと言ってたんだ。B 型作業所を続ける気はないの？はなんか、続けたいと思ってるんですけど、体験の日がなかなか決まらなくて、ちょっと電話待ちなんですけど、なるほど。何件ぐらい通ったの？今まで。2件ぐらいですかね。その2件どれくらい続いた？一番長くて1年です。もう1個の方は？もう一個の方は、多分、何ヶ月とかですね。作業所にさ、1年通ってた時は、お母さんとかお父さんとかなんか言ってたの？家族の人は。ヘルパーさんとか。いい仕事場やったのになんでやめたろうかとかって言ってましたけど。まあ、じゃあ働いてるときはご家族の人は安心してたんだ。源田くん、源田さんの。そうです。特に何か言われるわけじゃなくて。そっかそっか。職員さんが苦手だったの？それとも、利用者さんと会わなかったの？職員ですかね、僕は。ああ、職員さんと会わなかったんだ。どんなところが合わなかった？仕方ないことなんですけど、僕と職員の約束で、作業が終わったら、絶対話し合ってから、帰ろうとかっていう約束があったんですよ。仕事のことについてね。それがなかなか仕事、その職員さんも忙しくなって、僕と話し合える時間があんまり、なくなってきちゃって、出て、ちょっとそういうのがちょっと、続いて、他もあるんですけど、そういうことですかね。
その時にさ、源田さはんい。はさ、どういう行動をしてたの？心に秘めて何もしなくて、こう嫌な思いして通わなくなっちゃったのかとかさ、はそういい。うのが聞きたい、俺は。なんで辞めちゃったのかなっていう、職員さんと喧嘩っつうか合わなかったわけじゃん。なんでこういうはい。話をするかっていうと、はい。そこを解決したら長く続けられるんだよ。多分、B 型作業所。多分、俺がさっき、発達障害の本をたくさん読んで、自分がどういう性質の人間なのかに気づいた方がいいっていうのはそこなのね。俺、だいぶ救われたの。発達障害のことを何も知らなくて。で、はい。他人とのコミュニケーション、俺もすげえ取れないのよ。すげえあ苦労するの。あ。はい、ではい。も、ある程度自分の病気っていうのを客観的に見れるようになると、自分の対処法がわかるのよ。あ、こういう時自分イライラするなとか、こういう時人とコミュニケーション取れなくなる確率が高いなって。はい。そしたら先手打てるじゃはい。ああ。ん。発達障害の、自分のご病気の名前は知らないの？発達障害としか聞いてないの？まあなんかいろいろ言ってましたけど、なんかもう発達障害っていうのはなんか言ってたので、まあそれは覚えてますね。はい。話してる感じそうじゃないかなとも思う。俺も発達障害だと思うのね。俺も発達障害だから分かるの。映画作業所で働いてたから、発達障害の人って傾向があるから、多分そうだと思うんだけど、で、おそらく多分 ADHD じゃないと思うんだよね。多分アスペルガー、多分なんだけど、俺医者じゃないから断定はできないけど、一番いいのはね、病院の先生に言って自分の病名ちゃんと教えてもらいな。わかりました。で、アスペルガー症候群なのか ADHD なのか、カナー症候群なのかとかあるから、病名をしっかり自分で聞いて、で、本は読めるの？本は、読めます。読めるの？全然、学習障害とかない。は、大丈夫であ、す。大丈夫。じゃあ IQ はある。話してる感じで普通に会話もできるしさ、IQ もあるわけだから、だから本を読んで、そうするとね、気づきがいっぱいあるよ。同じように苦しんでる人もいっぱいいるから。わかりました。で、焦らなくていいから。ライオンズは潰れないから。そう簡単には。埼玉スーパーアリーナもなくなることはないし。でしょ？だから、ゆっくりゆっくり自分と向き合っていけば、おのずとやりたいことは必ずできるから。大丈わかりました。夫。だからね、今はね、俺に話してくれてすごい嬉しいんだけど、お母さんとお父さんとヘルパーさんだと誰が一番信用できるの？源田さんは。一番心開けて一番話せる人。まあ、ヘルパーさんですかね。ヘルパーさん。じゃあヘルパーさん次いつ来んのいつかな？まあ一応なんかまあこういう話をしたくて一応まあ今日来ますけど、何時頃来んの？まあ5時ぐらい夕方5時に来でるんすか。だ。じゃあね、ちょっとちゃんと話したいことがあって相談に乗りたいことがあるって言って、ヘルパーさんに。で、ちゃんと話しな。で、物を伝えるの苦手？源田さまあちょっと、自分から、そうですね、苦手な方苦だと手。思います。話を聞くのと話を聞く方は得意？アドバイスをもらう方は。要は、話を聞くのは得意か。アスペルガーの中にも、
自己表現が下手なタイプと、聞くのが苦手なタイプがあるの。俺、聞くのが苦手なタイプの。話すのは得意なの。だから、喋り続けるタイプの。あ、僕は、聞くのは平気？聞く方が得意でしょ。はい、うん、得意っていうか、はい、うん。まあ、普通にできる感じだよね。で、意思表示が多分下手なタイプだから、はい、過剰書きにするといいよ。今日話すこと。要は、自分の希望は埼玉に行きたい、施設に行きたい。で、はい、やりたいことと問題点を過剰書きにしておきな。要は、自分の目標、埼玉に住みたい。なぜなら、野球が好きだからとか、バーって過剰書きにする。あと、自立をしたいとか。ね。今度、問題点。仕事を今できないとか、はい、自分で自分のダメなところってわかるでしょ？問題となってるところ。はい、わかります。はい。要はコミュニケーションが取れないとかさ、あと、聞くことはできるけど喋るのが苦手とか、ブワーって書いておくの。得意なこととやりたいことと苦手なことと。で、そのヘルパーさんに渡してごらん。それで伝わるから。うん。そのリストを渡すだけで伝わる。で、アドバイスくださいって言えばいい。うん、ヘルパーさんはプロだから、分かってるから、源田さんのこと。だから、その紙を必ず書いて、今日渡しな。で、アドバイスくださいって一言言えばいい。うん、僕はこうしたいって、うん。で、苦しんでるって。うん。OK？ はい。うん、なんか和道さんのこと、まあ、スパッと言ってほしいんですけど、うん、僕、ケースワーカーか。え？ヘルパーじゃないの？ケースワーカー？いや、多分ヘルパーだと思うけど、今聞いて。もうヘルパーだ。パーなんですけど、うん、なんて言ったらいいんです、いいよ。まあ、その話、ちょっと別に、高知で何年かやって、まあ、埼玉とか行くのって、うん、つながると思いますかね。なるほど。要はアスペが、源田くんがね、アスペなの、そこなんだよ、はい。うん。はっきり言う。つながらないよ。はい、源田くんが思ってる通り。つながらないよ。はっきり言う。つながらない。そうだよね。はい。うん。つながらないよね。でもね、源田くん。はい。はい、源田くんは繋がらないっていう思考をするし、俺も若い頃発達障害で取り扱い方が分かんない時、そんなん関係ないよって思ってたの。でもね、もっと俯瞰してみたら繋がるの、はい。要はもっと遠くから見るの。一歩二歩。うん。要は因果関係がないように見えるでしょ？コーチで2年3年実績を積んだら、いけるって親には言われてる、ヘルパーには言われてるけど、それとこれと関係ないように見えちゃってんの、今。源田君にとっては。うん、はい。うん、そうだよね。関係ねえよと思ってる。はい、そう。でも、はい、そこには、源田君が抱えているご病気であったりとか、ね。そう、コミュニケーションの問題、はい、仕事が続かないっていう問題っていっぱいあると思うの、問題点が。うん。はい。それをクリアしなければ、はい、埼玉でもっと苦しむことになるっていうのが見えてるの、ヘルパーさんとご両親は。俺にも見えてるの。あと、若さもある。21歳っていう。うん。あ、うん、そう。じゃあ、それを、同じようにそのヘルパーさんに話そうと思ってるんですけど、うん、和道さんみたいになことを多分言われる、言うんでしょうかね、多分。それは分からないよ。その人がどう考えてるかだからさ。うん。もしかしたら、じゃあ本気でちょっと近々考えてみようっていう話にもなるかもしれないし、それはヘルパーさんの考え方だから。うん。でも、俺の考え方をアドバイスするんだったら、はい、コーチでもう、それこそ25とかさ、はい、3年ぐらいは、コーチでご病気と向き合う方がいいと俺は思う。うん、正直。なんでかっていうと、3年仕事が続かないんだったら、
あの、埼玉に行っても続かないよ。で、すごい大変よ。一人暮らしとかしたことある？いや、ないです。うん。ご飯作れる？ご飯は、うん、自分で作ったことある？多分、ないです。はい。作ったことないね。まあ、コンビニとかもあるかもしれないけど。はい、じゃあ、今度、洗濯物って普段やってる？畳んだりは、うん、したことあります。うん、一から洗って、洗濯して、干して、うん、全部やったことある？洗濯とかは、はい、ありますね。はい。じゃあ、年金の支払いとかさ、ある？年金の支払い、支払い、まあ、部屋の掃除とかをさ、一人で得意な方、はい、結構綺麗な部屋に住んでる？汚いって言われる方、どっちは、まあ、綺麗好きとは、うんうん、言われます。じゃあ、部屋の掃除は大丈夫だね。はい、これを毎日毎日働きながら、自分一人でやっていかないといけないんだよ。大変よ。で、さらに職場で、問題が起きた時とか、はい、誰も助けてくれないんだよ。だお父さん助けてって言っても助けらんないんだよ。で仕事辞めちゃっても誰もお金くれないんだよ。大変よ。だそれがみんな心配なの。それだったら B 型作業所に通って一般就労が可能、障害者枠で働きましょうっていう実績を作って。で、はい、埼玉の、障害者雇用のある会社っていっぱいあるから、実際。で埼玉で一人暮らししながらっていう段階を踏むべきだと思ってる。俺はね。スキルアップするのが必要だと思う。それは、障害を持ってる人だけじゃないのよ。みんなそうなの。はい。俺も配信一本で生計を立てたいと思ってたの。稲田くんの埼玉行きたいと同じね。配信だけで食ってきたいって。はい、でも、生活保護を抜けるとか、A 型作業所通って、はい、で、段階を踏んで3年4年かかってるのよ。だから、源田くんと一緒よ。3年4年かかるよ。はい。やりたいことやるには。で、今の力では、今トライする時期じゃないと思うよ。だってさ、源田くんが大好きなさ、野球選手見てるでしょ？プロ野球選手。はい。好きな選手いっぱいいるんでしょ？はい。3年4年じゃないでしょ？もっと時間かかってるでしょ？プロになるまで。かなりかかってます。はい。でしょ？その人たちを応援するんなら、やっぱ、源田くんは最低でも3年4年やらないと。その人たちも3年4年どころじゃない努力をしてるわけだから。そっから学ばないで、やっぱ好きな人から。で、できるから、必ず。だと思うよ、俺は。そうそう、地元でまず自分を試してみてからでも遅くはないと思うよってあのリスナーさんが言ってくれてるよ。まずはその高知の地元で自分を試してみて、はい、若い時ってさ、俺はできるってみんな過信するから。はい、で、大体失敗するんだけど。そう。俺もホームレスになっちゃったし、それで。でもそんなのはダメなんだよ、やっぱり。やっぱり生きてくってもっとちゃんとしないとダメなんだよ。自分が苦労するだけだから。苦しい、惨めな思いとかするだけだからさ。だから3年何かやってごらんよ。B 型でも A 型でもいいから、自分頑張ってみなよ。で、3年も続かなかったら、やっぱりダメよ。例えばさ、
俺がいきなりだよ。はい。アメリカに行ってビル・ゲイツ超えるわって言って、源田君だったらなんてアドバイスする？俺今すぐアメリカ行って ビル・ゲイツ超えてくるわって言ったら、なんて言う？会社起こすわって。いやー、いや、無理だと思でしう。ょ？勉強もしないといけないさって思うでしょ？それと一緒よ。ゆっくりでも確実に力をつけていくことができるから、逆に3年間どっかに通い続けて、ね、一般就労可能ですよって言われるようになるまで頑張ったらさ、逆に言ったら親は説得力あるよね。一般就労したりありとかましたす。ら、障害者枠で一般就労とかし始めて、もう月に20万とか稼げるようになったら、ね、一人暮らししても大丈夫かなって思うじゃん。それ目標にすれば、やっぱり段階があるんだよ。今の自分が何を目指すのか。だから遠くにある夢を否定しない。埼玉に住んで野球見たい時に見るっていう夢は素敵な夢だから、ぜひ叶えてもらいたい。応援する。だけど、今やるべきことっていうのを的確に捉えないと足元すくわれちゃうよ。わかりました。大丈夫？はい、また、あんま納得いってなくない？大丈夫？な納得いってないでしょ？ 声でわかる。じゃあさ、OK、わかった。シミュレーションしてみない？二人で。少し。シミュレーション。いや、大丈夫です。大丈夫？OK。頑張って。ありがとうございました。はいよ。はい。はい。じゃあねはーい。ー。悩み相談枠でした。埼玉、今すぐ行きたいんだろうね。若いから。ハートプレゼントありがとう。障害者は大変よ。大変。はい、ワードツー。なかなかね、障害者ってでも結構多いんだよ。40人に1人ぐらいいるから。精神障害者は。手帳保有してる人がね。それ、23日、どうしようかなって思います。和道さんはどうしますか？え、何が？どういうこと？どうしようかと思います。和道さんはどうしますか？俺はだから、どれの深夜食堂と二度と関わらないって言ってんだ。嫌いなやつと絡むほど人生無駄なことないでしょ。お疲れ、うなぎのありがとね。いや、俺全然話してるよ。仮、彼、なんて読むんだろう。ローマ字読めないわ。ごめんなさい。彼、仮、仮、か、かなんとかさ。外人さん。できればカタカナで。物事を達成するにはそれなりの努力と時間が必要ですね。あとね、多分ね、自分をちゃんと捉えるっていうのが若い時は必要だと思う。まあ、失敗して普通の人は覚えるんだろうけど。ああ、いいよ、源田くん。はい、頑張ってね。バタフライテール、お疲れ。しのぶさん、こんにちは。カーリーさんね。あ、元ニャンニャンなんだ。カーリーね、OK。おい、シムお疲れっす。謎の X さんいらっしゃい。ワドさんが行かないと、画質ガッサガサになって企画自体しにそう。ああ、だから、いいんじゃない？そうなるんじゃないの。
いや、できればカタカナでしょ。俺、ほんと苦手なんだよ。これがなんでカーリーになるのかよくわかんない。K-A-R-L-E がなんでカーリーになるのか全然理屈がわかんない。クマローさんはコツ。まあ、若さってそういうことだよね。自分の力試したいんだよ。親が親離れしたいんだよ。そういう時期みんなにもあったな。21歳だぜ。自由にやりたいんだよ。多分。俺はできるって。みんなそうでしょ。できないんだよ。そう。うん。うなちゃんマンゴー。ああ、教えてやる。からくり教えてやる。俺、フォローしない代わりに、オッケーオッケー。フォローしないって決めたんだけど、気になってる人は、気になってる人は、ツイッターにこういう機能があるんです。ツイッター開くと、リスト機能っていうのがあるんですね。要は、フォローじゃないけど、これ、有名人とか用のやつ、機能なんだけど、リストっていうのがあるの。で、リストにうなちゃんマンゴー登録されてんの。で、リストボタンを押すと、そのリストに入ってる配信者のツイートを全部見れるのよ。だから、いいね押せんの。要はフォローしてるタイムラインと一緒の状態になるの。で、リストのいいところは、女の子ってやったら女の子だけとか、配信者ってやったら配信者だけとか、自分のリストを作れるの、フォロワーリスト。だから配信者のリストの中にいるって感じ。そんな感じ。20歳の時はみんな悩むよね。まあまあ。リストにぶっ込まれてるよ。まあ俺が関心持ってる人ってことよ。嫌だったら外すよ。そう、俺が関心のある人のうちの一人に入ってるってことね。フォローバック嫌いなの。カリ風船ありがとう。フォローバックってあれでしょ、付き合いしますっていうことでしょ。でも本当に見るわけじゃないじゃん。バカ臭くてさ、俺はフォローされるだけでいいやと思って、なんかフォローしてもらえる人にちゃんと面白いツイートを書く人になろうって。付き合いで上辺で付き合ってくんじゃなくて、本当に面白いツイートしてたら人は勝手に増えると思ってる。あー、やれそうな子リストとか作ってるかもね。うちのスタッフも、にもいますが、どうしてもうちのスタッフとして働いて自信持ちたいって、うちのドア叩いてきたからってことも話した。あ、経営者なのかな？うちのスタッフって、そのバックボーンがわかんないから、うなぎ犬さんの。多分経営者なんだろうかな。で、そのスタッフに障害者の人がいるのかな。おそらく。初見さんいらっしゃい、レンさん。ドレさんと何かあったんですか？何もないです。嫌いです。ドルさん。はい。初見でさ、ドルさんと何かあったんですかって言われても、何かあったら何なんだって話だよね。だって初見なんだからさ、なんかずっと、いや、3ヶ月ワードを見てたけど、あれはどうだよね、こうだよねっていうのはわかるけどさ、初見でさ、俺とドレさんと何があったかって、関心あんのかな？どうなんだろうね。ドレさんのリスナーさんなのかな？レンさんは。気になるの？俺が誰と付き合って誰と別れようが、ね、全然気にならないけどな、俺だったら。障害者って言葉も失礼かもしれないけど、やっぱり扱いは難しい。あ、でもね、障害者の害をひらがなで書いてる時点で、俺は要は障害に理解のある人だと思うよ。障害者の害をひらがなで書いてる時点でね、普通よりも障害者のことを分かってる人だと思う。同じ目線には立ちない。同じ目線に立てないか。あ、そうだね。YouTube 見たら大体わかるよね。俺も和道さんにうなぎ大嫌いですって言われないようにしなきゃ。いや、嫌いなもんは嫌いじゃん。みんなも嫌いな人いるでしょ。
みんなも嫌いな人いるじゃん。嫌いな人は嫌いだよ、好きな人は好きだよ。シンプルに行こうよ。なんか本当は嫌いなのに大好きとか言ってんの俺大嫌いなの。もうやだ、そういうめんどくさい人間関係いらない。嫌いなもんは嫌い、好きな人は好きで、俺は好きな人と一緒に人生歩んでいく。以上です。はい。普通の人、いつも潜ってみてたの？初見じゃねえじゃん。じゃあ何があったか知ってるはずでしょ、いつも潜ってみてんだから。初コメね。好きから嫌いになった人は変わるの難しい、逆は簡単なんだけど。どうなんだろうね。ネットで言われてんのが、なんかアンチから囲いになるのは強い、で囲いからアンチになるのはもう二度と戻らないって言われてんだけど、まあ俺気持ち悪くて、囲いもアンチもいらないって言ってる。ファンしかいらないって言ってる。あの囲いってアンチと全く同じ性質の人なんだよ。アンチもそうなの、すぐ囲うの、あのネットの人間を囲ったりとか、アンチだわとか。例えばさ、はい、みんな授業始める、今日は数学の、テキストの、42ページを開いてくれ。いや先生ちょっといいっすか先生。どうした井上、井上言いたいことあんのか。あ、はい。先生の授業全然つまんないんで、今日からアンチになりますとか言う？言う？それじゃあ今からミーティングを始める。ウェブ班集まってくれ。資料 A を見てほしい。今回のプロジェクトは、いつも仕事をいただいているクライアントから、あ、質問あります。ちょっと意見があるんですけど、どうした井上？今回のプロジェクトなんかあるのか？いや、先輩のプロジェクトとか、マジ気に食わないんで、今日からアンチになりますわ。意味がわかんないじゃん。俺もうアンチとか。いや、先輩、今日から囲いになります。前ついてくんで、よろしくお願いします。今日から囲います。先輩のこと。いや、こういうことだからね、俺からすると。どっちもアホでしょ。仕事しろよ。うん。仕事をしろ。授業を受けろ。って感じ。いや、そういう感じなんだよな、俺からすると。好きだった分だけ嫌いになった時憎しみ変わる。いや、好きと嫌いって、あの、同じ感情なの。要は気持ちの強さが強いのね。で、マイナスの方に行くと嫌い、アンチ。だから、ちょっとでも自分が都合のいい人物だったら囲いになるの。だからアンチですっていう人っていうのは、他の配信者を囲ってる人なの。だから、その囲いっていうのは自分の思い通りになってるから囲いなの。でもちょっと何かが起きて自分の思い通りにならなかったらアンチになるの。両方ともアホな人なの。アホなの。要は人間を正しく見れないの。普通の人だったら、いや、和道にもいいとこも悪いとこもあるよね。それも含めて俺、見たいんだよ。普通じゃん。いや、和道いいとこも悪いところもあるよ。不器用だよ。でもまっすぐだよ、とか。こいつ詐欺したよ。悪いやつだよ。でも、今頑張ってんだよ。応援するわ。普通なの、これが。いや、和道ちょっと近くね、今回の件は。普通だよ。いや、今の和道いいわ。普通だよ。和道は神。和道こそが支配者。和道様はすべて正しい。お前はダメだ。クズだ。死んだ方がいい。何をやってもお前の言葉は響かない。もう気持ち悪いでしょ。どう思う？両方とも間違ってるじゃん。俺はだから同じ人種だと思ってるね。いや、囲いいらない。あの、アンチもいらない。両方ともブロックです。普通に見てくれて、普通に応援してくれる人だけでいいです。わけわかんないでしょ？言うかね、頭おかしいやつだよ、だから。普通に。初見さんいらっしゃい。
波動さんにしたら縁切るまで言われたらもう気持ちが先になるし、そこまで言われたら付き合わない。いや縁切るっていうか、俺はただかっこ悪い人間と一緒にいたくないだけだから、うん、いや囲いマンチも一緒だよ、うん、だから囲いはいいことみたいに使ってるのって違うんだよ。もともと囲いってことは囲い込みから来てるの。だからジャニーズのファンとか普通に、ああ誰々くんのコンサート楽しみだねって並んでる時にヤマピーが来てギャーって言って囲い込む、ヤマピーってやって囲い込んで周りに迷惑じゃんそれ。空港でさ、ジョニーデップが来てジョニーデップ早く内向いてってやってるやつ迷惑かけてんじゃん、空港にいる人からすると。だから囲い込みってもともと悪い人のニュアンスで使われてんの。囲い込みって迷惑かけるっていう人は、うん、でもアンチもそうだ。だからフライデーとかされるとさ、ヤマピーがさ最低みたいになるじゃん。囲いがアンチに変わるじゃん。なんか気持ち悪いっつってんの、うん、人間の卵ありがとう。バカみたいに夢がでかいから好き。ああ違うよ、自分が達成不可能なことを常に言ってるだけ。それが俺の夢の定義だから。バカ5個ありがとう。ワドさんの放送って囲いとアンチができやすい放送な気がする。あ、まあまあまあいいんじゃん別に、うん、俺の人生じゃないから。俺は誰も囲わないし誰のアンチでもない、うん、尊敬してんのあ、そうなんだ。囲いもアンチも存在する。誰かあのね、要はね、囲いをアンチって神格化してんの。偶像崇拝なんだよ。架空の人物思い込んでるの。どんな人間でもうんこするから。はい、今日の名言。どんな人間でもうんこすっから。はい。はい、一発です。はい、誰かツイートしといて、今日の名言。どんな人間でもうんこすっから。そう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 、マシュマロなんか出てこないよ肛門から囲いいらない、うん、気持ち悪い。飯食えない囲いと、うん、囲いと飯なんか食えねえよ、うん、あそうだね、俺結構多めにうんこする、うん、ある配信者と絡んで飯食って話をしたら好きになった。へえ、誰？和道さんに嫌いって言われる人は相当レベルの高い人。どういうこと？うん、フラットな関係というか、まあ、肩の力抜いて笑ってる関係が一番仲間だと思うけど。ああ、そうなんだ。あ、そうなんだ。ミュウツー中身島、うん、なるほど。お、あ、もういいや、今日はアイテムタイムいいや。
いや、嫌いはいいんだ、別に。ああ、ともちゃん、花火ありがとう。親の言ってることが正しいのか疑いもあったんでしょうね。いや、多分ね、ざっくり言われたんだと思う、ともちゃん。ダメだよって。親って、親とか普通の人って、ありがとう、外装さん、ありがとう、花火。ああ、でもみんながみんな配信者すごいわけじゃないから、尊敬するわけじゃないから、俺みたいなゴミくずもいることを忘れないんだよね、外装さん。おいよー、風船ありがとう。あのね、親ってざっくり言うんだよ。答えるだけ言うんだよ。いや、無理だよって。で、うまく親の、ご両親も伝えなかったのかもしれないね。理由を。なんでダメなのかっていうの。いや、働かないとダメだよ、みたいな。ざっくり言うから。発達障害の子とかって、タイプがあるんだけど、極端に言うと、伝えるのが下手なタイプ。コミュ障っていうタイプは、この手のタイプが多いんだけど、俺のタイプって話を聞くのが苦手なの。だから、話を割って喋っちゃうタイプなの、俺。で、延々と喋り続ける空気読めない感。アカシアさんまみたいなタイプなのよ。アカシアさんまみたいな。あの人の話全然聞かないじゃん。で、話は聞けて理解はできるんだけど、うまく伝えられないから、うまく聞きたい情報を引き出せないタイプもいるの。多分ね、源田さんはそっちのタイプだと思う。リアルミストさんいらっしゃい。楽しんでってください。バカ5個ありがとう、人間の卵。地獄から這い上がった人間の強さを信じてない人は一生うじうじしてます。ああ、大変ですね。それはね、発達障害ね。でも子供の頃に気づいていい時代だと思いますよ。僕気づいたのは27だから。ああ、自己衛生人格障害はね、多分あると思うよ。ゆみちゃん。あると思う。うん。親以外に相談できる和道さんがいてよかった。精神疾患持ってるけど、結局うまくいったら勝ちなんだよ。イチローなんかアスペの典型じゃん。あんなの。イチローなんか病気じゃん、あれ。だけど、うまくいってたら関係ないんだよね。俺も障害者手帳返還しようと思ってるよ。更新。もういらないっていうか、もう食えるっていう自信がついたから。まあ、働かないと飯食えねえわね。フリップ君、こんにちは。あ、そうなんだ。忍さんもね。頭はよく見えますよ。頭は関係ない、精神病は。IQ の高い低い関係ないの。発達障害って IQ 関係ない。でもね、俺は自己愛性人格障害かもしれないけど、人に迷惑かけてない。まず。害がない。で、自分のこと世界で一番好きなの。でも、誰も不快にしないし、誰もディスらない。で、自己愛性人格障害だから放送を向いてるっていうのはあると思うよ。俺は。要は矢沢永吉もそうじゃん。あれ自己愛性人格障害じゃん。でもあそこまで行くと、あそこまで行きたいのよ。サイコパスではない。サイコパス診断やっても全然サイコパスじゃないと思う。そう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 。っていうか、アインシュタインはアスペルガー症候群っていう言葉を作った人の一人だから。アスペルガー協会の初代会長だよ。確か。アインシュタインは。あと、まあ、スティーブ・ジョブズ・イチローとかね、有名どころ。こんにちは。そうそうそう、自己愛性人格障害持ってるの多いよ。まあ、俺は結構尊敬が強いよね。診断はされてないけど。才能ある人多いですよね。才能あるっていうか、普通じゃないんでしょ、結局。一定数必要なんだよ。おい、タンタンいらっしゃい。フォロー全然大歓迎ですよ。フォローしてもいいですか？じゃなくて、なんだろう。俺は選べないんだよね、フォローしてくれる人。みんなにフォローしてもらいたい。なるべく多く。豊田議員って人知らないな。ごめん、慶吾さん。サイコパスが何なのかよくわかんないんだよね。なんか、アニメから急にサイコパスって言い出して、よくわかんねえわ、サイコパスは。
長渕は、あれは、だから いや、長渕の話はね、これ、何回も聞いてるかもしんないけど、これをまず話させて。長渕剛ね、初見さんもいるから。日本人の心を忘れてねえか、お前ら。日本人の心を取り戻そうぜ。その前に、俺の飼ってる愛犬を紹介する、カモン、レオ。ハーレー・ダビッドソンで、ズバッ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 バ、みんな、今日盛り上げていくぞ、ブルンブルンつって。聞いてください、クローズアイズ。お前だよ、アメリカかぶれ。お前が一番アメリカにかぶれてんだよ。そう。っていう、これは自己愛性人格障害とかいうレベルじゃないの。ここまで行くとカリスマだから。そう。これはね、自己愛性人格障害じゃないの。めちゃくちゃなの。理論が。これを聞いてもらいたいよね。他人の気持ちを理解できない。理解しようとはしてるんだけど、汲み取るのが苦手だよね。面白いよね。born in the USA! つって。いや、俺大好きだよ、本当に。全然言ってることとやってることが全然違う長渕剛大好きだよ。そうなんだ、ヒトラー。大変ね。でもまあ、なんつうんだろうな。長渕の魅力ってそこだと思うんだよね。それを気づかせないファン層っていうか。長渕がかっこよすぎてその矛盾点に気づかない。ファンは。4割ファンに歌わせるっていうね。そうなんだ。子供レゲエアーティストなんだ。もうめちゃめちゃだね、本当に。若い頃わかる。純子とかいいよね。純子とか、それこそさ、乾杯とかってさ、声透き通ってた方がいい、よくない？俺、アイドルだった長渕の方が好きなんだよ。だから、角川春樹、すごい罪なことをしたなって。角川春樹がシャブを教えたから、あんなことになっちゃったんだよね。まあ、芸人とか配信者多いと思うよ。売れてる人は。要は、どっか歪んでるっていうか、壊れてるっていうか。俺、笑いとか喋りってなんで面白いのかって人間性なわけじゃん。要は、物事をどうやって見るかなんだよ。物事を語るってことは、世の中をどう見てるかな。だから、のんちゃんとか知ってるんだけど、のんちゃんが笑ってない時に俺笑ってること多いのよ。一人で笑ってんの。のんちゃん、俺さ、街中歩いてても何やってても一人で笑ってるよね。そう。で、のんちゃんが、また和道さん一人で笑ってるって笑うの。なんで笑ってるの？つって。要は、多分ね、見方が違うんだよ。普通の人と。乾杯いいよね。鍛える前っていうか、覚醒剤の依存を断ち切るために鍛え始めたの。だダミ声になったのと鍛えるっていうのはリンクしてんの。あれは自分に打ち勝つために極真始めたりしてんの。そう。病的な細さと覇気のないあの顔が良かった。純子とかすごいいいよね。長渕は昔作った曲でも今となっては問題のある歌詞を指摘されたら作り直すことが素直。そうなんだ。好きな芸人で。俺は、好きな芸人は、昔の劇団ひとり。劇団ひとり、バカリズムとか。最近で言うとこの辺が好き。劇団ひとり、バカリズム。で、まあ王道かもしれないけど、まっちゃんが好きだし、あとね、司会業とか番組作り、テレビ向きっていうか、で一番尊敬してるのは島田紳助の。紳助、まっちゃん。で、ファンとして好きなのは、自分芸風は真似できないと思ってるんだけど、劇団ひとりとかバカリズムとか。あの辺が好きだね、俺は。劇団ひとり面白かったんだよ、昔。
そうそうそう、普通の人の普通の話は面白くないんだよ。知的じゃない、なのかどうなのかわかんないよ。笑いってさ、ほら別に、ね、笑うかどうかだから。なんだろうね。バカリズムすごい好きだね。天才だと思うね、こいつ。うん、あ、北野武志あんまりリスペクトないかな、俺は。北野武志ってずるいんだよね。あ、でもね、ニコニコのあの超会議の喋り見た時に、やっぱ天才だなと思った。生主やれって思ったもん。俺二人いんの、生主向いてるよっていうの。その北野武志見た時に、あ、こいつ天才って、大手になれる、来いって思った。武志来いって。ビート武志お前生主通用するよって。あと矢沢永吉。この二人は大手になれる。俺がお墨付き、つける。お前生主やった方がいいよって。いや、天才だと思った、この二人は。まっちゃん、昔の方っていうかね、結婚するとダメなんだよ。芸人さんも漫画家も。変わっちゃうんだよね。だから結婚した時にもう終わったよね。うん、子供できた時。いや、もう突っ込みどころいっぱいあるよね。オールナイトニッポン面白いよね。うん、ラジオ面白いよね。わかる。だってアンチコメだらけだったのに、ビートたけし喋って10分後には全部囲いに変えてたもんね。しまいにはたけし軍団にこれ書かせてるって言った時にはもうドカンだったもんね。このコメントでよーっつって、オイラが昨日電話しようっつって、コメント書けって頼んだんだよっつって、そしたらみんな、はい北の軍団ですって、どうも殿っつって、みんなやっぱ乗っかってて、あのね、コメントの流れの操作、要は客の心理の誘導みたいなのを見たとき、ああ、天才だなと思って。ああ、俺ダイヤモンド愉快大嫌い。うん。苦手だわ。うん。うん。昔より引き出し減ったのは本とか映画見なくなったから。そうなんだよね。引き出しの数が圧倒的に減った。ってるんだよ。あとはまあキャリアが長くなった分、みんなが俺の引き出しのどこにどの棚に何が入ってるかを知り始めたっていう。だからね、すごいあのインプットする時間がないから、実はね、多分ね、6年目あと2年ぐらいしたらね、俺ね放送頻度減ると思う。うん。今の悩みそこなんだよ。だから今日も3回今日の放送終わりってやったでしょ。放送時間2時間とかにしようと思ってんの。で、勉強したりとか、いろんなその映画見に行ったりとか、吸収する時間を作ろうと思ってんだけど、まあネタが降ってくるわけよ。浅井さんが来たりとか、今みたいに相談がありますとか、明日は打ち合わせがあるんだよ。だからね、どうしてもその放送に縛られてる自分がいるんだよね。うん。配信もう5年生ですね。4年終わって。2013年の4月11日に放送始めたんで、もう4年経って5年生です。いや、あのね、あとトークスタイルを変えたっていうのがでかいと思う。よからすると。要はね、頭のいい人の会話っていう話でいい。頭のいい人の会話。要はね、バカに向けて話すと文章って長くなるの。うん。リンゴって美味しいよねって言って。いや、リンゴ嫌いとか。リンゴ好きって。美味しいよねってなるじゃん。リンゴを食べたことない人に話すとどうなる？バカっていうのは知識のない人とか経験ない人なんだけど、リンゴ美味しいよねって。え、リンゴって何って。いや、リンゴっていうのはさ、木の実のリンゴだよって。え、どんな味がするのって。どんな色なの。いや、赤くて、まあ、酸っぱいのもあれば甘いのもあるけど、シャリシャリしてるんだよね。へーって。どこの国で作られてんの。これバカの会話なの。そう、説明が長くなっていくの。そう。だから、石野との会話ってポン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 成立するでしょ。それは共通の知識があるからなんだよ。その、要は説明をどれくらいの長さでやるのかみたいなのを、だいぶ改良したんだよ。要はね、バカ向けに話すようになったんだよね。うん。そう。だから、要は頭いいんだよ、多分。和道さんの話はリアルで会うともっとのめり込んでしまう。それはね、
バブー達彦ね、要はね、俺の笑いって部屋の中でみんな笑っちゃうの。うん。浅井さんもそうだし、何もそうなんだけど、解放のこともそうだけど、部屋の中で多分笑っちゃうの。コメントで笑わらって打ちにくいの。そう。絶対はにかんでるの。お茶吹いたりしてるのよ。だから、放送向きじゃないのよ。舞台向きなんだよ。舞台向き。俺からすると。だから、その場にいると笑いが起こってんの体感でわかるでしょ。タチ。うん。IQ が20離れるだけで話してるのも苦痛。いや、会話自体が成立しないって言われてる。IQ20 離れると。そう。で、俺の IQ が149とかでしょ？まあまあ無理よね。うん。まあ無理ですよ。うん。経験が全てでしょ。経験が全て。だって経験してないことはディティール語れないんだもん。突っ込まれた時にアグアグしちゃう。嘘になる。うん、経験、例えばリンゴの話でも何でもそうなんだけど、あ、こうだよ、こうだよ、こうだよってどんどん出てくる。うん。そうそうそう。IQ20 は会話が不可能なレベルだよ。ずれたら。だから、経験値を持ってる人とか、頭のいい人の会話っていうのは、だから言ったじゃん。ランボルギーニショップに入って、俺がディスって言ったら、ランボルギーニのショップがイエスって。店員さんが。わかる？ランボルギーニで、ね？ランボルギーニ働くような頭のいいやつは、俺がディスって言った瞬間にイエスって言うから。そう。これをわかんないやつはわかんないのよ。うん。これいくらするんですか？かっこいいんですね。って、うん、バカじゃねえよ。ディスでいいんだよ。うん、私、彼氏とかなり IQ 離れてる。あ、そうなんだ。うん、鉄車にできる。ああ。そう。だから極端な話、言語いらないと思ってるから、俺が。俺は。うん、極端な話、言語いらない。価値観の違い、うん、趣味ないですよ僕、うん、趣味をやるほど暇がない、うん、だから趣味あるって人羨ましいよね。だってねえ、やりたいことがないんでしょ、うん、でしょ。趣味があるってことはやるべきことやりたいことがない人だもん、うん、俺やるべきこととやりたいことだらけだから趣味なんてやってる暇ないよ、うん、パトさんパフェありがとう、うん、よいしょ、はい、さよなら。そうそう、やりたいことやるだけだから、うん、やりたいことやるだけっすよ、うん、さて、じゃあ皆さんお疲れ様です。今日の放送そろそろ終わりにしようか。もうお腹いっぱいでしょ。お疲れっす。みんなありがとね。また明日。おやすみなさい。じゃあね。
はい、お疲れ。みんなフォローよろしく。風船ありがとう。お疲れ。コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんだよもう。